グリーンスリーブスの楽譜、グリーンスリーブス、または、グリーンスリーブスは、伝統的なイングランドの民謡で、ロマネスカと呼ばれる、個室低音の旋律を持つ。原曲については、作者不詳となっているほか、チューンは2種類存在していた可能性があるが、どちらも不明である。エリザベス朝の頃、イングランドとスコットランドの国境付近の地域で、生まれたと言われているが、 前述の通りその起源は厳密にはわかっていない。記録では1580年にロンドンの書籍出版業組合の記録にこの名の通俗的物語歌がレーディグリーンスリーブスの新北方小曲として登録されているがこの印刷文は未だ発見されていない。またこの歌は 1584年の小中の閲落の中で、レーディ・グリーンスリーブスの新宮廷風ソネットとして残っている。このため、以下のような未解決問題が生じている。すなわち、古く登録された、グリーンスリーブスの歌のチューンがそのまま今日までルフ、したのか、あるいは二つの歌のチューンが別だとすれば、そのいずれが、今日広く知られている曲なのか、である。 現存する多数の歌詞は今日知られているチューンに合わせて作詞されている。この歌は16世紀半ばまで高等伝承で受け継がれ、17世紀にはイングランドの誰もが知っている曲となった。また、リュート用の楽譜も17世紀初頭にはロンドンで出版されている。マイ・レディ・グリーン・スリーブス・ダンテジー・ロセッティが広くルフしている伝説ではあるが、 証拠が確認できないものに、この曲は、ヘンリー・パッセイが、その恋人で後に王妃となるアンブリンのため、作曲したというものがある。トマス・ブーリンの末娘であったアンは、ヘンリーの誘惑を拒絶した。この拒絶が、歌の歌詞の中に織り込まれていると、解釈できる非常にも投げ捨てたという句が、歌詞に入っている。この伝説は、真偽不明であるが、歌詞は今日でも、 なお大衆の心の中で一般にアンブーリンと関連付けられている。しかし実際のところ、ヘンリー・パッセイがこの歌の作者であったということはありえないことである。なぜなら、歌はヘンリーが崩御した後でイングランドで知られるようになった死のスタイルで書かれているからである。解釈の一つとして、歌の中のレディ・グリーンスリーブスは性的に乱れた若い女性であり、 場合によると娼婦であったとするものがある。当時のイングランドでは、緑、特に野外で成功を行うことにより、女性の服につく草の汚れに関連して、緑の服という言葉には性的な意味合いが、含まれていた。他にも緑は、イギリスの一部地域では、伝統的に妖精や、死者の衣の色なので、もしかすると、恋人は、私を捨てたのではなく、死んでしまった。 という解釈もできる。歌詞や旋律には、時代や地域ごとに、様々なバージョンが存在する。イングランドの古典音楽の特徴を色濃く残す、ドリア先鋒版と、近代西洋音楽の単音階と同様のエオリア、先鋒版では、前者の方が、本来の古い形と考えられるが、現在では、両方のバージョンともよく演奏される。民謡という性質上、 どのバージョンも間違いではない。アラス、マイラブ、ユードゥ・ーミーロング、ツーキャストミーオフディスカーティアスリー、フォー、アイハブラブドユーソーロング、ディライティングイミュアカンパニー、コーラス、グリーンスリーブスワズオールマイジョイ、グリーンスリーブスワズマイディライト。グリーンスリーブスワズマイハートオブゴールド、アンドフーバット・マイレディーグリーンスリーブス、あー。 私の愛した人はなんて残酷な人。私の愛を非常にも投げ捨ててしまった。私は長い間あなたを愛していた。川にいるだけで幸せだった。グリーンスリーブスは、私の喜びだった。グリーンスリーブスは、私の楽しみだった。グリーンスリーブスは私、ススは私の魂だった。あなた以外に、誰がいるだろうか。なお、日本語訳詞は、複数あり、岩田博門馬直江。 ミキオサム、ヤギリョコなどによるものがある。1602年頃に書かれた、シェイクスピアの喜劇、ウィンザーの陽気な女房たちにおいて、フォード夫人が、説明なしで、グリーンスリーブスのチューンに二度言及する場面があり、フォルスタッフは後に、大声で叫ぶ。これらのほのめかしは、当時、この歌が、一般によく知られていたことを物語っている。この戦律は、 様々な曲の主題として用いられる。いずれも基本的なチューンは同楽曲だが歌詞やタイトルがアレンジされる場合がある。サンプル音楽、ありがとうございます。